も練習楽しかった。ほのか、話があるのですが。ん？なになに？申し訳ありませんが、日曜のダンス練習はお休みさせてください。え？もちろんいいけど。海ちゃんが練習をお休みするなんて珍しいね。ああ、わかった。海ちゃん、日曜遊びに行くんでしょう。いえ、遊びに行くわけではないのですが。ないのですか？他の日はきちんと参加します。よろしくお願いします。海ちゃん。海ちゃん、どうしたのかな。確かにちょっといつもと違う感じかも。怪しい。海に何かあったに違いないわ。怪しいってほどでもないと思うけど、知られたくないことの一つや二つ誰にだってあるでしょ。へえ、マキちゃんはどんな秘密を持ってるのかな。ニヤニヤしないでよ。もしかして。どうしたの、ニコちゃん。別のスクールアイドルグループから勧誘されたんじゃ。まさか。海ちゃんに限ってそんなことあるわけないじゃん。そりゃあ海ちゃんは可愛いし、大和なでしこだし、ダンスも上手いし、作詞もできるから、いつ勧誘されてもおかしくないけどな。あれ、じゃあ海ちゃんは本当に勧誘されちゃったんじゃ。そんなのに嫌だよ。そんなことないと思うけどな。のぞみ、あんたは甘いのよ。このスクールアイドル全盛時代、どこから引き抜きがあったっておかしくないわ。海ちゃんはミューズなんだから、そんなことしないよ。海がミューズを脱退するなんてありえないけど、勧誘っていうのはありえなくないかもね。そんな、海ちゃん。こうなったら尾行よ。尾行？そうと決まれば、ほらこれかけて。うわー、サングラスにゃ。ニコちゃん、いつもサングラス持ち歩いてるの？しかも全員分。これつけてたら尾行どころか普通に歩くのも恥ずかしいんだけど。つべこべ言ってないで、海を追うよ。ニコちゃん、なんだか楽しそう。ニコっち、ただ尾行がしてみたいだけなんじゃないかな。海ちゃんは絶対にミューズの海ちゃんだけど、でもどんな秘密があるのかリンも気になるかも。ちょっと、ずっと待ってるんだから早く来なさいよ。ニコちゃん待ってよ。海ちゃん、どうしちゃったのかな。ですから今度の日曜は休ませていただきます。海、話は分かったけれど、みんなに本当のことを言わなくて大丈夫？はい、気を使わせたくありませんし。今さらそんなこと気にする必要はないと思うけれど、でもそういうところも海らしいのかも。すみません。別に謝る必要はないわ。みんなには言わないでおくから、海も頑張って。はい、では失礼します。海は気にしすぎなのよね。もっと私たちに甘えてくれてもいいのに。エリちゃんだ。みんな、サングラスなんかかけてどうしたの？エリ、海を見なかった？あ、海ならさっきまでいたけど。何か言ってなかった？
何かって何が？海ちゃんが別のスクールアイドルに勧誘されちゃうとか。え？勧誘？っていうか、海ちゃんが日曜の練習をお休みするって聞いて、もしかしたら勧誘されてるんじゃっていう話になったんだよね。じゃあもう日曜のことは聞いてたのね。あれ？エリちゃんは日曜に海ちゃんがどこに行くか知ってるの？私も詳しくは。じーな、なに？別に、エリチって正直者だなって思っただけやん。あ、向こうに海ちゃんがいるよ。ニコちゃん、どうする？追うわ。でも、あくまで尾行よ。目立つ行動は避けてちょうだい。あ、これ、エリの分ね。サングラス。海ちゃん、神社に行くみたい。行くわよ。でも、尾行はやめましょう。海にも考えがあるはずだから。って、みんな話聞いてない！真剣な表情だね。うん。何か心配事とかあるのかな。海が動いたわ。海ちゃんが笑ってる。今日はここから始めるとしましょう。海ちゃんが踊ってる。ねえ、これって私たちのダンスの練習と一緒じゃない？あ、そういえば海ちゃんが踊ってるの、この間考えた振り付けだよね。日曜にできない分、今のうちに練習してるってことかな。やっぱり海ちゃんは勧誘なんてされてないんじゃないかな。私もそんな気がする。取り越し苦労やったかな。じゃあなんでニコたちに内緒で。私が本人に聞いてくるわ。待って、エリー。あのね、みんな聞いて。本当は言わないつもりだったのだけど、海、今度の日曜は弓道の大会があるのよ。そうだったの？大会があるって海ちゃんは教えてくれなかったんだろう。海はね、みんなの練習の時間を無駄にしたくない、一人だけ足手まといになりたくないっていう気持ちでいっぱいだったみたい。そうだったんだ。だから海の気持ちを汲んであげましょう。海ちゃんがそんなこと考えてたなんて知らなかった。ごめんね、海ちゃん。でも、それは違うよ。違うって、何が？だって、海ちゃんの大会を応援したいもん。ほのかちゃん、海ちゃんを応援するのって無駄な時間じゃないもん。絶対ほのかを応援したい。ほのかちゃん、カトリもそう思うな。でしょ？じゃあみんなで日曜に海ちゃん応援に行こうよ。いいね、うちも賛成。海を驚かせてやりましょう。みんな言っても聞かないみたいね。わかったわ。ごめんね、エリちゃん。いいのよ、本当は私も海のこと応援したいって思ってたから。ありがとう、エリちゃん。日曜は海ちゃんをびっくりさせちゃおうね。それでは皆さん、これから海ちゃんのお弁当作りを始めます。はーい。リン、ちゃんと手洗ってきた？洗ったよ。お弁当食べてお腹壊したら嫌だもんね。花代ちゃん、ご
分だからね。みんな、何から作っていく？小鳥は、タコさんウインナーの足を作ろうかな。じゃあ、ほのかがウインナー焼くね。うん、最後は二人で、ゴマの目をつけてあげようね。ニコは卵焼き焼いてあげる。ニコみたいに、甘いやつ。私も手伝うわ。ニコは甘い卵焼きが好きなのね。味覚が子供っぽいとかじゃなくて、ニコが甘いからだから勘違いしないでよ。花代ちゃんはおにぎり担当？うちもおにぎり握ろうかな。うん、やっぱり大会に出ると体力を使うと思うし、おにぎりが一番いいと思うな。別に解説しなくても当たり前におにぎりだって思ってた。いろんな具のおにぎりを作っていこうね。うわ、のぞみちゃん、その海苔何？今流行りのデコおにぎりやん。デコってデコレーション？そんなの聞いたことないけれど。のぞみ、海苔で海って書いてあるおにぎりってちょっと恥ずかしくない？わかってないな。このちょっと恥ずかしい感じが逆にいいよ。確かに恥ずかしいけど嬉しいかも。できたおにぎりはアルミホイルで包んでここにまとめてください。はーい。お、ミニトマトとリンゴが入ってる。リン、お腹空いてきちゃった。お昼が楽しみだね。リンちゃん、余ったリンゴあるから食べる？やったー！かよちん大好き！はぁー！ま、ほのかちゃん、どうしてウインナーに手をかざしてるの？うみちゃん、頑張るっていう気持ちをウインナーに入れてみた。甘い卵焼きが焼けたニコ。全部まとめたら完成だね。お弁当だけじゃなくてレジャーシートも大きいの持っていこうね。ちょっとしたピクニックね。ちょっと早いけどもう応援に行っちゃう？あ、そうだ、その前にみんなで横断幕を作らない？いいね。横断幕で応援してもらえるとテンション上がっちゃうよね。でもこういう大掛かりな応援は海は嫌がるんじゃない？弓道大会で横断幕持って大騒ぎしてる人なんていなさそうだし。じゃあニコは応援用のポンポンを作るニコ。ポンポンなんて論外でしょ。論外？そうね、大会で迷惑をかけるわけにはいかないし、残念だけど今回は横断幕はやめておきましょう。なんだ、ポンポンもダメか。ニコちゃん、そんながっかりしないの。大会が終わったらリンが一緒にポンポン作ってあげるにゃ。大会では使えなくてもミューズのステージで使えるよね。わかってるじゃない。じゃあ大会が終わったらニコがポンポン作りを手伝ってあげるわ。いやいや、ニコっちが手伝うんじゃなくて手伝ってもらうんやろ。まあそう言えなくもないわね。じゃあハチマキはどうかな。いいかも。白いハチマキならウミちゃんがつけてるの見たことあるよ。あ、でもあんまり文字とか絵とか書いたらいけないんじゃないかな。そうね、裏側だけなら大丈夫じゃないかしら。せっかくだからみんなで書きましょう。何を書くの？目指せ優勝とか。弓道の目標は多分ムミちゃんが自分で決めてることだと思うから。だから私たちはムミちゃんが大好きって
ていう気持ちをハチマキに込めよう。うみちゃんの大好きな気持ちは絶対嘘じゃないから。ストレートすぎてちょっと恥ずかしくない？鈍感そうな海にはちょうどいいかも。じゃあラブでいっぱいのハチマキを作ろう。かわいいハチマキができるといいな。できたら応援に行こうね。はあ、海ちゃん、海ちゃん。え、みんなどうしてここに？ごめんね海、みんなに大会のこと話しちゃった。エリ、そうだったのですか。海ちゃん、ほのかたち大会のこと秘密にするなんてずるいよ。この子の、今日はね、みんなで海ちゃんの応援に来たんだよ。ほのかちゃんが、海ちゃんの応援は無駄な時間なんかじゃないって。メンバーの大勝負に駆けつけるのは当然のことでしょ。小鳥、マキ、みんな、うちらでこれを用意してきたんよ。ラブとパワーでいっぱいだよ。はい、ハチマキありがとうございます。これならすぐに使えそうです。なんですか、みんなでニヤニヤして。海、ハチマキの裏を見てみて。裏ですか？あ、これはみんなで作ったの。これなら大会でつけてもらえるかなって。う、海ちゃん大好き。こんなに派手なハチマキ見たことがありません。ちょっとハートマークが増えすぎちゃったかな。でも表側は無地のハチマキだから、スクールアイドル園田海にぴったりのハチマキに行こう。ねえねえ海ちゃん、一緒にお弁当食べようよ。お弁当もみんなで作ってきたよ。午後の大会もこれを食べて頑張ってほしいな。ありがとうございます。お弁当を食べてハチマキを締めて、これで頑張れそうです。すごいね、海ちゃん。個人の部、海ちゃんが準優勝だったよ。ありがとうございます。小さな大会ですが入賞するのはやはり嬉しいですね。海が弓を引くところ見てみたいと思ってたし、今日はとっても楽しかったわ。準優勝できたのはやっぱりニコたちの応援があったからよね。ええ、今日はありがとうございました。ですが、本当は、本当は？みんなには来てもらいたくなかったんです。お？だってみんなは自分のことのように私のことを考えてくれますから。スクールアイドルの夢に向かって必死で頑張っているところに、私の個人的なことで時間を取らせたくなかったんです。うん。ですが、考えを改めました。今日はとても嬉しかったです。やっぱり私もみんなに会いたかったんです。うみちゃん、よかった。やっぱり足を引っ張るかもなんて気にしなくてよかったのよ。そうだよ、ほのかなんかみんなの足いっぱい引っ張ってるよ。ほのか、それ自慢することじゃないし。ほのか、うん、そういうあなただから引っ張っていけるんですよ、私たちを。うん、まったくほのかの強引さにはかないません。ごめんね海ちゃん。怒ってなんかいません、逆です、嬉しいんです。おみちゃん、ほのかちゃん、今日は応援に来られてよかったね。
この後、今日はダンスの練習お休みにしちゃう？海もみんなも疲れたんじゃない？いえ、ぜひやらせてください。でも大会の後だし、海ちゃんは。確かに多少疲れてはいますが、今私はとても練習をしたい気持ちなんです。それじゃあ決まりね。ふつつかものですが、これからもよろしくお願いします。海ちゃんの挨拶なんだか面白い。結婚する人みたいよね。ちょっと変な挨拶だけどいいんじゃない？よーし、じゃあ帰って練習だ。